チャットルール。あ、初めて視聴者がチャットに参加する前にあなたが定めたルールに従うようテキストを入力してください。一行につき一ルールとなる。<laughs> あ、なるほど。初めてチャットに参加しようとした人がチャットをどをしたらみんな仲良くしようよ。泣きって。なってる。あ、これか。フォロワー限定モードを え、俺すごいよオフ010分30分1時間1日なんだって。これ別に1ヶ月必要なくない ?1 日でよくない追放者情報共有不審なユーザーのコントロール追放措置回避検出有効にすると追放措置を回避している可能性があるユーザーを検出してフラグを立て,てモデレーターが、なんだこれ 俺の知らない難しいモデレーションがいっぱいある。<laughs> すごい、追放されたやつがいっぱいいる <laughs>。これはナイトボ、7月18日に1000人ぐらい追放されてる。誰だ、犯人。7月、2021年、去年の7月18日何があった戦争それ以降は全然いないわ。 <laughs> この間横浜みたいな電話番号連投したやつがなだ。<laughs> ちょっとさ、ナイトポット入れてるとさ、もうそれはさ、わかんねえじゃん。血が通ってるか通ってないかわかんねえからなんかさ、多分、ま、釈迦とかスタヌとかも、河川さんとかもいろいろな人に声かけられてると思うけど、なんかツイッチやってるとさ、ねえ、みんなで世界良くしようよ。アメリカの企業だからだと思うんだけど、みんなで世界良くしようよ。チャリティーしようよみたいな声を、ま、2回ぐらいかけられたことあるんだけど、即答で嫌ですって答えてる俺。僕はチャリティーには興味ありません。 俺みんなに約束する。俺チャリティーだけは絶対しない。約束するよ。いや、トーパーチャリアだって俺自分で金払ってるんです一般参考だもん。俺はチャリティーなんか興味はねえんだよ。突っ込んでろよ。 ちゃんと俺一般参加だなあれ。嫁と馬にだけチャリティーすればそれでそうだよな。俺嫁と馬にだけ <laughs> チャリティーしていくわ。競馬はチャリティーだよ。俺一個はやっぱ大事にだってあんなにね、大馬ちゃんが一生懸命走ってんだから、それはチャリティー俺は。今日も120万募金しました。浮気したら車椅子チャリティーする。 みやこさんから誘われたら、まあ、エッチさせてくれるならやる。だそしたらダブルチャリティーよ。みやこさんから誘われたチャリティーもするし、浮気のチャリティーもするよ。世間は俺を叩くかもしんないけど、その、寄付した施設には、ありがとうって言ってくれるだろうね。俺それを盾に、本当世間と戦うからね。うん、え、でも、車椅子を寄付しましたよって言いながら。遠い目で。向こうを見ながら。いいんだね。 君たちはそうやって画面の外から僕の悪口を言うだけでいいんだね。僕は浮気はしました。だけど車椅子も寄付しました。